はいどうも、タカボンバーです。マインクラフト続きをねやっていきたいと思います。前回ですね、渓谷から出て、ちょっとですね歩いたところに発見した、洞窟を今回はですね、探索していきたいと思います。それでは取り除いてからこっち行こう。あ、いいね、鉄発見。深いぞ。お、鉄あるぞ。お、鉄めっちゃあるぞ。どうしようか、ここで塞ぐか。そしたら水。声聞こえた。右側で。え、何これ行動じゃん。こっちで声する。やっぱり行動発見。マジ？うお、行動だ。声はここで行き止まり。上はないよね。ないね。たまにね、上空いてる時あってさ、上からねボテッと落ちてくる。ここやだな。こ、あ、線路発見。すごく嬉しい。怖え。行動って地味にビビるよね。楽しい行動。え、何あれ。うわー、ちょっと待った、クモスポナーだ。いて、お、お前どっから来たの。お、怖かった。クモスポ発見。どっから来てる。音だけは聞こえるぞ。ちょっと待って、こっちをまず塞ごう。こっちも塞ごう、怖いから。これも塞ごう。後ろからはもう来ない。で、クモスポ。鉄いっぱいあるもん。あ、めっちゃ嬉しい、この行動。どこ行った、あいつ。くぅ、ハサミ持ってきてねえし。いや、ここすげえ。めっちゃ嬉しいんだけど。どうしよっかな。クモの巣もったいないから、後でハサミ持ってきて切りたいな。まあいいや。線路めっちゃ嬉しい。あ、やべ、焦るな。お、びっくりした。めっちゃびっくりした。マジか。これどうですか。これはいいね。冒険できるよ。嬉しいよ。すごく嬉しいよ。これでも落ちることはない。彼は。はい、ゲット。マジかよ。この砂利どうにかしてくれ。あ、めっちゃ落ちた。
俺どっから来たっけ、どっから来た、どっから来た俺、落ちたかと思ってた。とりあえず鉄だけいただいて。いやこれさ、そのスポとかもあんのかな、もしかして。どっから来たっけ、ここだ。それでの雲どこ行ったんだろう。お、来た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 。イエーイイエーイ。めっちゃ来てる。お、めっちゃ来てる。飛びかかってきた。これあれだよな、ハサミじゃなきゃダメだもんな。うん、今回は一旦帰りましょう。口が回んない。いやー、すげえことなった。ここを整備しよう今度ね。これすげえな。こっちから降りてきて、ここ戻りまして、こっちからなんかどんどん声すげえするんだよ。じゃあ、こう、ここ、はい、うん、ここだ、ここだ、ここだ。ガラス持ってこよう今度。あ、違う、お前じゃ違うわ、そこじゃないわ。いいね。ビバークポイント設置です。こうね、こっからやるとか、ほいっと。どうでしょう、こんな感じで。で、一応39個だけぶち込んで、で、ベッド間違えた。寝よ、寝れんの。あ、夜だ。いや、雲スポがあるというのは面白いな。
もいたよな。あ、こっちにも上がれる。まあいいや。あ、鉄ある。行動最高。何この、うわ、鉄の量。あ、うっそん、下にくっついちゃったよ。下に行っちゃったよ。ちょっと待って、取ってすぐ。はい、逃げる。ここ取れるね。よし、OK。もうない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 。あ、ここにある。ほいっと。よいしょ。いいわ。いっと。武器武器武器。すげえ。あ、え、ちょっと待って、剣でもあれなのか、取れるのか、知らんかった。うわ、この下も行動。あ、こっち通れない。はい、よし、戻ろう。この上から来たんだよね。ここにも鉄がある。めっちゃ鉄あるやん、ここしかも。すげえある。金持ち。金持ちじゃないか。鉄持って金持ちとはないや。まあ、いっか。今回は結構いっぱい取れたから。これってでも、石炭は今回はいいな。から下に向かって来ればいいね。ただいま。あ、びっくりした。死ぬかと思った。はいっと。よし、寝よう。はい、それではですね、今回はこの辺でね、終わっていきたいと思います。村人さん用のね、畑を作ることから始まってですね、その後一応渓谷をね、探検しに行ったんですが、渓谷の方ではですね、これといった収穫はなくてね、石炭ばっかりと取りましたという感じでね。ただその後ですね、たまたま入った洞窟の下にですね、坑道を発見したというね、あそこのカリンの塔みたいのを作ったんですけどね、あそこの下のあたりに坑道があるということで、今度ね、坑道をね、探検しにね、行きたいと思います。そういう感じで今回はこの辺で終わっていきたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。よろしかったらですね、チャンネル登録の方お願いします。そしてですね、今度もですね、見に来てもらえたらと思います。ということで今回はこの辺で終わっていきたいと思います。それでは、また。